はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。今日はね、ケンタッキーさんのね、限定バーガーね、早速買ってきました。もういつもね、食べよう食べようと思ってるうちにね、もう終わっちゃうんで、今回はね、早めにね、買ってきましたね。で、今回はダブチのやつですね。ガーリックオニオンダブチ、ガーリックオニオンダブチとカラダブチを買ってきました。あとはね、限定でトリチがありますけども、ちょっと3個だとさすがに多いなと思ったんで、今日はね、ダブチを2種類と、あとナゲットね、ナゲットで、今日はね、これで宅飲みやっていきたいと思います。今日は昼飲みですね、久々。ちょっとね、本当はね、またラーメンのね、動画でも撮りにラーメン屋さん行こうかなと思ったんですけども、動画の編集やら何やらいろいろ作業してたら出遅れちゃってなんでね、急遽ね、マクドナルドさん行ってね、限定のね、ダブチ買ってきました。では、じゃあ飲み物はね、チューハイゼンカドライサワーの素、これを入れといて、よいしょ、入れといて、でキリンタンレのね、プラチナダブル、発泡酒プリン体ゼロのやつね、今日は350ですね。よいしょ、これを入れて割って飲もうかなと思って。おー、じゃあ今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。ではしばしばで乾杯、いただきます。サブチャンネルの方とかもちょっとね、やったりとか、あとブログの方とかもやったりとかしてて、俺ね、作業してたら遅くなっちゃってねだ、どっちから食べようかな、体縁から行こうかな。ちょっと待ってね、体縁から行ってみたいと思います。どうなってるか。おお、あ、こうなってますね。辛そうなやつ。これチーズなのかな。ちょっと待って。あ、これをここにも置いといて、こうでどう？これで見やすい？あんま変わんないか？あんま変わんないか？あんま変わんねえか。これ敷いちゃうか、こっちに。よいしょ、こうしたらどうかな。ね、こんな感じですね。改めて辛そうな、これ辛いチーズが入ってる。ホームページの方はあまりチェックしてなかったんで、なんかこんな感じになってますね。おー、ピクルスすっごいいっぱい入ってる。で、まあ、ダブチなんで、ダブルのチーズ2段ね、パティも2段に入ってます。もうパトミーあんまり2枚入ってるように見えないですけど、ちゃんとね、2枚入ってます。ほら、ではちょっと切ってね、もうちょっとこうボリュームある
感じ方と思ったんだけど、そうでもないみたいですね。こんな感じです。体縁断面こんな感じね。パティ2枚、この辛そうなチーズ2枚、多分これチーズだと思うんですけど、ホームページとかチェックしてないとちょっとよくわかんないですけど、こんな感じですね。では早速いただきます。うんうんうん、こんな感じ。辛くないかな。うん、うん、ピリ辛、後から来るな。うん、あ、後から辛さが来る。これソースも辛いソースが入ってるのが、この辺の玉ねぎのあたりね、この辺も辛いソースなのかな。うん、後から結構ピリピリきますね。うん、チリっぽい辛さっていうんですかね、チリ、うん、チリパウダー的な辛さっていうんですかね。うん、あ、やっぱソースのところが辛い。うん、うん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 、コクがあって美味しい。ちょっと一口ね。うん。うん。うん。じゃあちょっと氷を用意して、結構ドライブスルーとかね来てましたね、マクドナルドさん。どっか遊びに行って食べたりするのするんですかね、京丹さんですね。今ちょうどね紅葉もいい時期ですからね。先にこっち入れるか。高原あたりにねマクドナルドさんのハンバーガー持ってって食べたりしてもいいかもしれないですけどね。うん、よいしょ、炭酸水ね。おお、あれだろうな、発酵だろう、プエーとかすごいことになってるだろうな。あそこの発酵だろう、プエーのところのレストハウスのラーメンがねずっと食べたいなと思ってるんですけどもね、いつもねなんかお店やってなかったりとか、まだ時間早くてラーメンできませんって言われたりとかして、まだね食べたことなくて。ああもう今もね、あの外国人の観光客の方がすごいんですよ。うん、青森もナゲットなんでね、観光客の外国の観光客の方がいっぱい来てんじゃないかと思う、青森のロープウェイね。よいしょ、マスタードソースをもらってきました。厚みあるな、今日のナゲット。いただきます。うん、あ、そう
値段言うの忘れてましたね。ちょっと待ってね、これ食べてから。今日はあれですね、体縁が520円で、ガーリックオニオンダブチも520円で、でナゲットが260円で、全部で1300円ですね。1300円。やっぱ1200、300円ぐらいが限度かな。ラーメンとかね、ラーメン屋さんとかもちょっとトッピングして1200円ぐらいまで、1200円、1300円いってもぐらいまで、こういうバーガーとかもね、1回で1200、300円ぐらいまでですよね。1500円、1600円、1700円とかいっちゃうと、さすがにね、やりすぎっていうか使いすぎっていうかね、なんね。よいしょ、では次はガーリックオニオンダブチね、行ってみたいと思います。これもすごいね、ガーリックの香りが結構してて、わあ、これはすごい。この黒いのガーリックのソースでしょうね。ピンときて、ほらこれ、こんな感じ。これはちょっとあれだな。汚しそう。ちょっと待ってね、ちょっときれいに畳めなかった。汚しそうなんで、ちょ手が映ってるかな。これも切ってみましょう。これもすごいな。ちょっと中は、上はあれだ、赤いソースが入ってます、ほら。で中にこの黒いソースは、これ多分ニンニクのソースだと思いますけど、なんか黒ニンニクみたいな感じなのかな、どうなんだろう。よいしょ、おー、こうですね。なんか上に乗ってるこの玉ねぎとかのソースは、体縁となんか見た目一緒な感じしますね。こういう断面ですね。でこの下のここにこう、この黒い、すごい胡椒がすごいわ、入ってますね。こういう感じになってます。ではガーリックオニオンだっけ、オニオンダブチ、いただきます。これもすごい、こっちは胡椒がスパイシー、こっちはチリパウダーっぽい、あのちょっと赤唐辛子の辛さ、こっちはね、あの粗挽き胡椒の、スパイシーという香りがね、辛さっていうより胡椒の香りがすごい。ニンニクはでもそこまでがっつりニンニクって感じではないけど、この黒いソース美味しい。少し甘みもある感じするけどね、でチーズがまたねよく合う。甘みのコクがある感じかな。でガーリックの香りも軽くあって、
でも胡椒、粗挽き胡椒の香りがすごくいい。じゃあ今回はね、マクドナルドさんのダブチね、2種類早速ね食べてね動画にしてみました。宅飲みでね。ではあとはね他の方の動画でも見ながらねゆっくり今日は続き食べて飲んでいきたいと思います。では今日もね最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね動画編集してアップしたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。